ゲッツ男ゲッツ男ゲッツ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 月曜日、いや今日は金曜日、ファウストですということで、またまた今週も始まりました。メンタルマッスル大学講師のファウストです。前回はダメ男に引っかからない方法についてお話ししましたが、自分に声をかけてくるやつは敵だと思えというお話をしました。じゃあどうやったら彼氏ができるんだよって思った人のために、今回は特別に男をゲットする秘策を3つほどご紹介したいと思います。その1、1にも2にもとにかく愛嬌。これ多分男に聞けばほとんどの人がこれをあげると思うんですが、どういう女性にいい印象を受けるかと聞かれたら、まず1番に愛嬌のある女性と答えると思います。美人より愛嬌のあるブスがモテるっていうのは本当です。少なくとも自分はそっちを選びます。何はともあれ、笑顔を絶やさずいつもニコニコ明るく振る舞っていれば、男性から見たらかなりの好印象になります。最初は難しくても、そういうふりを続けていれば、そのうちそれが自然に出るようになるはずです。ぜひ試してみてください。その2、好きだというアピールをする。別に直接言わなくてもいいですが、好きだというアピールは非常に効果的です。頻繁に話しかけてみるとか、よく目線を合わせてみるとか、何かあったらかっこいいとかって褒めてみるとか、ともかく相手に、あれ、この子自分のこと好きかもって思わせれば勝ちです。さらに必殺の手段に、本人ではなく周りの人に〇〇さんのことを好きとかかっこいいとか言っておく技もあります。直接本人から聞くより人づてに聞いた方がインパクトが大きいという実験結果もあります。回り回ってあの子が自分のこと好きだって言ってたみたいな話を耳にすれば、一気にあなたのことを意識すること間違いなしです。その3、それが難しければ彼女いるのと聞いてみる。彼女いるのはかなり便利な言葉です。相手に彼女がいるのかどうかを知ることができる上に、相手にも自分のことを興味持ってますよっていうアピールができるっていう、まさに一石二鳥のワードです。まあ特に何気なく聞いた場合でも、聞かれた側からしたら自分に興味を持ってなきゃそんなこと聞いてこないだろうって頭になりますので、逆に気もない相手に気軽に聞くのも勘違いされる原因にもなると思いますので、気をつけた方がいいと思います。ということで3つご紹介しましたが、いかがでしたか？ちなみになんですが、愛嬌にしても好きアピールにしても、やりすぎぐらいにオーバーにやっちゃっていいと思いますよ。男はバカなんで、あざといとか可愛こぶってるとか多分ほとんどの人は思いません。むしろやりすぎぐらいじゃないと気づかれなかったりもするかもしれないので、それぐらいでちょうどいいと思います。ただ肌から見ていた同性からどう思われるかまでの責任は負えませんけどね。ということで今日はここまで。メンタルマッスル、また来週。